して会場への紙類、飲料容器類、大脳で右手側の座席に押し上げていただきますようお願いいたします。本部が100年以上経った現在も稼働をいたしております。イージスシステムと申します。大変高度な防空システム搭載されております。海上自衛隊のイージス艦です。こちら島風の足からは検査修理のため長崎港に入港いたしております。またこの護衛艦製艦をいたしております。大きな工場、三菱長崎造船所立上造船工場です。
一体どのあたりから石炭採掘の作業を行われていたかと申しますと、現在本線の左手前方方向、軍艦島の防波堤400メートル斜めにしっかりと落下地点、つまり地上から1000メートル以上地下の方で石炭採掘の作業が行われておりました。当時軍艦島で取れました石炭は、選別を行った後、商品となるものだけ石炭運搬船に積み込み、北九州市にございました八幡製鉄所へと運ばれておりました。軍艦島から取れます石炭という資源がいかに重要視されていたかということがお分かりいただけるかと思います。それが現在も進められております。非常に短いご案内ではございますが、以上で本線から軍艦島に関しますご案内は終了。周遊クルーズいかがでございましたでしょうか。